わかった。じゃあ、これあげる。それって、ボンボンだよな。うん。ずっとぐっすり寝てる、爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん。ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな。もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。おい、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。